こんにちは、青猫です。今回は初心者の方でも簡単に刺せる葉っぱの刺し方を3種類ご紹介します。まず1つ目はこういう形の、シンプルな、私もよく使うんですけど、葉っぱを刺していきます。真ん中に葉脈が通ってるように見えるようにサテンステッチなんですけど、斜めに刺していきます。まず刺繍針に使いたい本数の刺繍糸を通して、端は、玉結びでもいいですが、今回はこの図案の刺繍で隠れる部分に並縫いを2回して、1回1針返し縫いをして、これで止まるので余分な糸端をカットして、ここから始めていきたいと思います。まず図案の一番上のところから針を出してきて、真ん中の葉脈の線に一針、このぐらいの長さで入れます。で、左右どちらから始めてもいいんですけど、出してきて、その葉脈の初めに刺したところを少し下にずらして刺します。で、今と違う方向、動画では左を刺したので、次は右。で、次は左から真ん中の中心の線に向かって少しずつずらしながら刺していきます。途中刺繍糸がねじれていたら、それを直しながら刺していくと綺麗な、艶のある刺し上がりになります。刺し終わったら裏の刺繍糸に 2、3 回通して絡めてから余分な糸をカットします。で、これで1つ目完成です。2つ目の葉っぱはミモザの葉っぱを刺すときによく使うんですけど、フライステッチを刺していきます。刺繍針に、今回は3本取りで糸を通して端は玉結びしています。一番上のところから針を出してきて、一針真ん中に入れます。で、この V になっているこの先のところから左から出してきて右に入れるんですけど、引き切らないで途中でこの一番真ん中のところですね、同じ穴から出してきて引っ張ります。この繰り返しになります。真ん中に1本入れて、で、左側から出して右側に入れて、糸を引き切らないうちに真ん中の同じ穴から出して引っ張ります。で、これで図案の通りどんどん同じように刺し進めていきます。で、最後は1本下に刺して、これで刺し終わりになります。裏で糸を留めるときは、玉留めでもいいですし、今回はちょっとスペースがないので先に糸をカットして、で、糸を割ってもらって固結びで留めたいと思います。刺し終わった葉っぱの近くに黄色の刺繍糸でフレンチノットステッチをいくつか刺していけば、簡単にミモザの刺繍が完成します。3つ目は小さい葉っぱを刺す時の方法です。
小さい葉っぱはアレゼデージステッチとストレートステッチを組み合わせて刺していきます。まず葉っぱの図案のこの下の部分から出して、同じ穴から一針すくってもらって、その針に糸をかけて引っ張ります。外側に一針入れて止めてから、できた葉っぱのこの中の空間のところにストレートステッチを一針入れます。これで葉っぱ1枚完成です。レゼデージステッチを刺す時のポイントは、ここで針に糸をかけて引っ張る時に糸を強く引っ張りすぎないことです。強く引きすぎると丸みがなくなって、このストレートステッチを入れる空間がなくなってしまうので、そこだけ気をつけて刺してみてください。葉っぱが刺せたら、同じ糸をそのまま使って茎の部分をアウトラインステッチしていきます。葉っぱができたので、簡単に花を刺繍してみたいと思います。花も先ほど葉っぱの時に使ったレゼデージステッチとストレートステッチを刺して、それを花びら1枚として4枚の花びらを刺していきます。できた花びらのこの中心の部分に黄色の刺繍糸でフレンチノットステッチを1つ入れます。これで簡単な花の完成です。ということで、今回は初心者の方でも簡単に刺せる葉っぱの刺し方を3種類ご紹介しました。少しでも参考になると嬉しいです。では最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。